なるほどね、はい、他なんか皆さん本日だって気づいたことがねあったりするんじゃないですか。すいません、あ、菊池さん、はい、ですね、やっぱこのさっきの写真の衣装なんですけど、1、2週間前ぐらいに新しくできた新衣装なんですけど、ライブもね、はい、最初のオープニングできた衣装ですよね。みんなで本日も気づいてるかもしれないけど、みんなで集合写真を撮ったんですよ、はいはい、その時に、うん、はいチーズっていう時にビリッと音が聞こえたんですね。あ、 それはシャッターの音じゃなくてですか。そう、シャッターの前にそうで聞こえて、ごめんポンチ、そうで、いや本当ごめん、それでその時にフォンチンの衣装が破れちゃったんですよ、はい、でその時に、あ、大丈夫、みんな変えてもらおうよ、変えてもらおうよって言ったら、ちょっとあんま目立たないよって言ってって言ったんだけど、なんか泣いてるから、うん、大丈夫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 、いいよいいよ、続けて。破れた箇所とかってどこだっけ、それは分かんないんですけど、でも皆さんね、あれですよね、衣装さんにサイズ表を出して、そうそうそう、はい、破れちゃったんだけど、そこ場所わかんないんですよ。おけつですよ、ちょうどおけつの真ん中の真ん中の割れてるおけつです、分かってもなるほど、おけつでしょみたいな。かえでちゃんいかがですか。最悪かえでも思ったんですよ、なんか肉まんみたいになってきた。柔らかくてね、はい、やだから、なんか肉まんみたいだなと思ったんですよ。なるほどね、一回ね。